始まりましたクワチャンネル。こちらのチャンネルは、普段はカレーなどの動画を上げているんですが、たまにこうしてカレー以外の動画も紹介している、そんなチャンネルとなってます。もうそばは早いもので3本目となっておりまして、本日は一吉そばさんに向かっております。日暮里駅から歩いて少しのところにあると書いてあるんですが、こちらの改札から出てしまい、ちょっと間違えました。本当はこちらの改札ぐらいから出ると近いそうです。一吉そばさんは今 SNS などでもバズっている極太そばが食べられるということで、早速向かってみましょう。こちらが一吉そばさん。現在4時ぐらいで並びがないように見えますが、この後速攻行列になります。それほど人気のお店。やはり名物はこちらの太そば。その他にもいろいろおそばの種類があり、ゲソ天や紅生姜天なども人気だそうです。こちらのお店は入店してから注文するスタイルのお店。太そばの普通のあったかいやつのゲソ天。そしてこちらが注文した太そばにゲソ天。もうおそばの太さがこちらから見てもわかる感じです。関東圏独特のこの黒くて甘じょっぱいだし、たまりませんよねこれ。そして麺も持ち上げるのにずしっと重みを感じる太麺。すする時のそばの香り、そしてなんといってもこの食べ応え十分の太さが個人的にはめちゃくちゃ好きです。ゲソ天は揚げ置きではありますが、ゲソたっぷりでこちらも大満足。ゲソから出ているだし、ネギが絡む太麺なんかをすすっていくと、まあこの一杯でさすがの美味しさ。24時間営業でありがたく、日中はほとんどの時間行列だそうで、夜も遅い時間まで行列ができるみたいです。ぜひ皆さん行ってみてください。ごちそうさまでした。